私の会社に今インド工科大学の20歳の男子学生がインターシップで働きに来ています。向こうは日本語は話せず英語しか通じません。英語が話せない私はほとんど交流がなかったのですが、ひょんなことから金曜日に彼と居酒屋で飲むことになりました。一緒に同席した先輩はバイリンガルで彼と楽しく英語でトークをしていますが、私は話せないのでずっとだんまりのまま、このままじゃいけない、何か話さなければ、あ、そうだ、あれを聞いてみよう、勇気を出して話しかけました。Do you know Phimosis? I know Phimosis! なんとこのラジオではおなじみフィモーシス、方形が通じました。バイリンガルの先輩はフィモーシスが分からなかったらしく、ラブ君というインド人ね、インド人の子に英語で質問しています。するとインド人の子は人差し指と親指をクイクイと動かしながら先輩にフィモーシスを説明してくれています。完全に通じている。こうなったらこっちのものです。 Are you Phimosis?No! Phimosis! I am Phimosis! Really? 受けた！僕の英語力でインド人を笑わせた！最後にとどめだ！ Japanese famous comedian 有吉 say Phimosis! 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 In radio! Oh! Crazy! その後僕が人差し指と親指をへそのあたりでクイクイと動かすだけでインド人の子は大爆笑。最高の夜になりました。有吉さん、サンドリのおちんちんネタは国境を越えました。よかったな、よかったなって。今日はいいメールが届くわ。鬱が治ったり、インド人とねコミュニケーションが取れたり、素晴らしいじゃないですか、こうやって。いや、ちょっとまあ同級生っていうことではさ、ちょっとあの、室伏浩二が引退決めましたよね。ね、来ましたね。同級生ですよ、室伏浩二。あ、そう、我々は。すごいな。すごいですね。すごい。いや、もうあの人俺もう引退することねえんじゃねえかと思ってたけど、もうずっと強いんじゃねえかなと、復帰してもすぐ優勝するんじゃないかなと思ったけど、やっぱダメでね。いや、そうですね。室伏浩二が体力の限界だったよ、やっぱり。いや、俺もショックだ、だから。もう俺はダメなんだよ、だから。いや、まあ、いや、体力で比べたらね、もう42歳っていうのはもう室伏でさえ限界になる年なんだよ。あの化け物ですら。そう、確かに化け物ですけど、確かにイチロー選手とかね、あ、まあ、それは数えればね、何人かいるだ、あれがいるだろうとかさ、すぐごちゃごちゃ言うバカがいるけど、俺らにとってはやっぱり松井秀喜、室伏浩二ですから。そうですね、あ、寂しいですね。だからちょっとなんかその、まあ、スポーツ選手っていうのはさ、まあ、42つはもうその室伏浩二でさえもう限界なんだけど、まあ、我々、まあ、お笑いの芸人、タレントなんていうのはここからが脂が乗ってくるところですから、はい、そうですね、そうですね、はい、だからそういう意味でちょっとバトンタッチ受けた気分ですよね、室伏さんから。室伏さん、あんた頼んだぞ。俺は体力の限界でお前までいけるだろ、頼んだぞって。俺背中をボンって押された。すごい力で。化け物をこの受け継いでいこうと思ってさ、やっぱり。でも受け継ぎ方が難しくないですか、室伏さんの。何だけど、なんかだからボケてさ、なんか、いや、女に気のしちゃったよ、あれあれ砲丸投げてっから出る声だって、ボケだったら、いや、気持ちの距離が出るんですか。なんだ、いや、すごい笑いが生まれるんだ、大きい。あと、あんまりボケるとき渾身のって言わない方がいいと思いますよ。なんでよ、ここ勝負だってボケするんですか。いや、そりゃそうでしょ、だってもう、だって室伏にバトンを渡されてんだから、それはせこいことできないだろ。今日ちょっと練習不足ですなんて言えない。めちゃめちゃ練習してきました、このボケは。見てください、進行、うわどこ飛ばしてんだよ。やっていくしかない。いや、別にそこを継承しなくてもいいんじゃないですか。で、日々の努力だとかそういうのでいいじゃないですか。別にボケだとうーって言わなくても。はい、あ、松井選手継承してる。声の高さ継承しちゃったよ。しっかり受け継いでます。いや、室伏さんお疲れ様でした、ね、お疲れ様でした。うん、ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン、
面白い男と女の違い見つけました。女にはチンコがないよ。いや全然面白くないぞお前これ。力入りすぎる。15メーター。演技について聞きたいこと。はい。役者を目指しているリスナーがね多いと思います。ぜひこの機会にいろんなことを質問して勉強してください。はい。まあ、現役のね俳優さん、舞台の俳優さんもいますし、テレビの俳優さん目指している方、まだまだ学校なんか通ってますよっていう子もいると思いますけども、伸び悩んでる方はいろいろ質問してください。このシーン、こういうシーンはどういう風にしたらいいんですかとかね、具体的な質問でも大丈夫ですよ。泣きの演技はどうしたらいいんですか、どうやって泣くんですかとかね、はいはい、聞いてくださいということです。どうぞ。うーん、何やってんの。宛先を。ああ、そうかそうかそうか。泣きの演技だから泣きの演技。宛先どうぞしてる。うーん。なんだ。泣きの演技だから泣きの演技。何年目だお前芸歴。まだ19年目です。リーチじゃないか。え、20年ダメなんですか。やめるリーチだお前。20年のお前はアウトだぞ本当に。読めよさすが。あとは年齢は。年齢は31歳です。 31? はい。1984年生まれです。うん。平成。平成59年生まれです。昭和59年。あ、ごめんなさい、昭和59年ですね。昭和59年、はい、平成じゃないです、すみません。じゃあ俺が昭和49年だからちょうど10個。あと我々と、我々も僕同じ年ですか。10違う。あ、そうなんですね。10違う。10違うんですね。いやマジで 10個学年違うからな。はい。そうですね。超遅くない。口聞けねえだろ本当は。本当にそうですね。え、こうやって潰していくんですか。まあ、マジで本番中膝蹴ってマイクで顔ぶん殴ってる。いや、なんかありましたけど。名古屋のなんかありましたけど。俺10個上だからね。唇から血出すんですか僕。お前訴え、お前訴えんなよ。訴えんなよ。俺10個上。10個違うから。俺10個上ですよね。10個上。絶対訴えんなよ。俺まだしもお前西より情けないだろ。情けちゃう。ガイタレだらけの大運動会。一つ目の種目は借り物競争。第一レーン。テイラー・スウィフト。第2レーン、ミランダ・カー。第3レーン、エマ・ワトソン。第4レーン、キャメロン・ディアス。夢のような顔ぶれに思わず生唾を飲む俺。レースがスタートし、借りてくるものが発表された。そのお題はなんと、ジャパニーズ・ベリー・スモール・ペニスの文字。お題を見た4人は観客に向かい、Excuse me, Japanese, very small penis, please. しかし会場には名乗り出るものはいない。ここでやらなきゃ男が廃る。心の中で決意した俺は、おもむろにパンツを脱ぎ捨て、大きな声で叫んだ。I'm Japanese, look me, it's a very small, small penis. 会場のボルテージは最高潮。しかし、俺のチンコは一つのみ。平和主義者の俺は5人で手をつなぎ同時に仲良くゴールしたい。わかる。わかるっすね。わかるっすね。何言ってんだ本当に。わかるけど。わかるけどって。 I'm Japanese! Look at me! It's a very small, small penis! 何その言い方。かっこいい。男らしいな、めちゃめちゃ。いや、男だな、お前、ほんとに。男だなって。あ、もう女が困ってんの、うん、やっぱり、黙ってられないのよ。困ってる女がいるんだから。不潔で陰菌の俺たちは、鈴木京香に捕らえられ、どこか地下のプールへ連れて行かれた。はい、プールは水ではなく白いデリケアエムズで満たされている。強化は陰菌だらけの水泳大会って叫び、優勝商品は私の体よと谷間を見せた。陰菌の俺と山田勝美はいち早く飛び込み、クロールでデリケアエムズの海をかき進む。後続が溺れ死ぬ中。なんでだよ。俺と山田のデッドヒートはクライマックスへ。夏は股間が痒くなる。痒くなったらデリケアエムズ。そう念じ、俺は金玉にデリケアエムズを塗り込んだ。デリケアエムズと金玉が共鳴し一つになった時、スピードは陰菌を超え、俺は山田を突き放す。
そして鈴木京香の胸にタッチし優勝。最後まで陰金を乗り越えられず、僕は陰金しかないんですよと泣く山田勝美を良きライバルとして称えたい。称えたい。いい加減しろ。